インスリン様成長因子には、インスリンに類似した構造を持つペプチドホルモンある。中性のペプチドで肝臓から分泌されて、血中を循環すると考えられている。成長調節機能や、インスリンに類似した活性、細胞分裂促進作用を有する。その作用は、完全にではないものの成長ホルモンに大きく依存している。成人の主要な成長因子である。 インスリン様成長因子1とは、対照的にイグフマイナス2は、胎児の主要な成長因子であると考えられている。人でイグフマイナス2をコードするイグフに遺伝子は11番、染色体の 11P15.5 に位置し、この領域はインプリンティングされた遺伝子を多数含んでいる。マウスでは相当な領域は7番染色体の塩イ部に位置している。哺乳類では、 父親から受け継がれたアレルのみが活性化されており、母親から受け継がれたアレルは不活性化されている。この現象はインプリンティングと呼ばれる。しかし、人の脳の一部の領域ではインプリンティングが失われ、双方のアレルからイグフに遺伝子と H19 遺伝子の双方の転写が行われている。不活性な母方のアレルでは CTGF タンパク質が H19 インプリンティング制御領域 DMR1、MAR3 と呼ばれる領域に結合して遺伝子発現を抑制している。これらの DNA 配列はインスレーターとして機能し CTGF と結合することで下流のエンハンサーが i g f 2のプロモーターへアクセスするのを防いでいる。CTGF がこれらの領域に結合する機構は現在のところ不明であるが 直接的な相互作用もしくは他のタンパク質を介した結合の可能性がある。父方のアレルではインスレーターがメチル化されているため CTGF は結合できずエンハンサーがイグフ2のプロモーターの活性化を行うことができる。イグフ -2 の主要な役割は妊娠期間中の成長促進ホルモンとしての機能である。イグフ -2 は イグフマイナス1受容体とインスリン受容体の短いアイソフォームに結合することでその効果を発揮する。イグフマイナス2は、イグフマイナス2受容体にも結合する。イグフマイナス2受容体は、シグナル伝達機能を持たないアンタゴニストとして機能し、イグフマイナス2に対する細胞応答を防ぐ役割を持つ。卵胞形成の過程において、イグフマイナス2は、胸膜細胞で合成され、 自己分泌によって、胸膜細胞自身に、そして棒分泌によって、下流膜細胞に採用する。イグフマイナスには、月経周期の卵胞期に、卵胞刺激ホルモンと共に採用し、下流膜細胞の増殖を促進する。排卵が起こった後の大体期には、イグフマイナスには、大体形成ホルモンと共に、プロゲステロンの分泌を促進する。このように、 イグフマイナスには FSH と LH の双方と、共に働く子ホルモンとして機能する。マウント災イ医科大学による研究によると、イグフマイナスには記憶と、その再生に関係している、可能性がある。ドイツのヨーロピアンニューロサイエンス、インスティチュートゲッティンゲンによる研究では、恐怖消去によって誘導されるイグフマイナスに、イグフブプナナナシグナル伝達が17から19。 日霊のウ,ミウマの新生ニューロンの生存を促進することが見出された。このことは、PTSD など過度の恐怖記憶と関係した疾患の治療に対し、イグフマイナスにシグナル伝達と神経発生の増強が適した治療戦略となる可能性を示唆している。イグフマイナスには、水筒細胞腫瘍や低血糖症を引き起こす、非水筒細胞性腫瘍で過剰酸性されることがある。 同時ポッター症候群は、胸膜空の非水等細胞性繊維性腫瘍と関係した低血糖が引き起こされる腫瘍随反症候群である。イ g f 2のインプリンティングの喪失は、ベックルイズ・ビーデマン症候群の腫瘍でよく見られる特徴である。イ g f には、胎児の膵臓 β 細胞の発生を促進するため、ある種の糖尿病と関係していると考えられている。 歯間埋傷は、イグフニの DMR のメチル化の低下を誘導するため、歯間埋傷への子宮内曝露と新生児の成長後の、代謝疾患に対するリスクの高さとの関係の背後に、ある機構の一つである、可能性がある。イグフマイナスには、イグフブプ酸トランスフェリンと、相互作用することが示されている。ありがとうございます。